Many small and loosely coupled components connected only through APIs. We build it and run it. Is it a microservice? No, it's Jaws UG. Kawano-san,よろしくお願いいたします。はい、それではよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。 98人くらいの人が見てくれているような気がします。WizSecure、えー、野と申します。2022年10月8日ジョーズデイズサポーターセッションとしまして、サーバレスや AWS サービスのセキュリティ、どのように守るというセッションで w i z s e c u に最近お問い合わせいただくセキュリティご相談事項と対応といったところを15分ほどお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。このセッションの概要なんですが、ウィズセキュアの紹介とお客様のご相談で サーバレス環境とかを使っているお客さんが、どんな風なセキュリティのお悩みがあったりして、で、ウィズセキュアって会社はこんなことやってますよっていうお話と、ペンテストの実施例というあなのこのあたりの3つのお話をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。まず最初に自己紹介なんですが、私、河野慎一郎と申します。ウィズセキュア株式会社法人営業本部で、クラウドセキュリティ及びサイバーセキュリティのコンサルティングを担当しています。 今年の3月にもともと F セキュア株式会社といった会社名のところから w ィズセキュア株式会社というふうに会社名が変わったんですがやってることに変わりはありませんサイバーセキュリティの必要性と対応方法をリアルな具体例で分かりやすくご説明といったところを目指して上手誘致に参加させていただいております 趣味は休日のサウナ水風呂整っていたところで自己紹介はおしまいです。えー、と最初に一言なんですけれど、えー、今回あのハイブリッド開催されているジョーズデイズ2022ですがこのセッションの質問は随時受け付けてます。 ツイッターのハッシュタグつけていただいて、川野がこんなこと言ってたんだけど、ちょっと気になるとか、ご質問事項があったりする場合は、ぜひぜひあのツイートしていただければ幸いです。いただいたツイッターの質問はそれぞれご回答させていただきます。まあ、なんでかっていうとですね、すいません、今日札幌会場のサテライトから喋ってるんですけれど会議室の中で一人っきりで喋ってるから、もうモニターしか見えてないんですね。画面に向かって喋ってるのは結構寂しいので、ぜひぜひ皆様、あのツイッターでですね、ちょっと気になった点、このラスライドで話したところってどうなのみたいなところ コメントいいたただければ非常にありがたいなと思ってますスライドの右上の方に、えー、常に上手です2020に上手 UG というふうにハッシュタグがついているのは皆様からのツイッターツイートをお待ちしてますという表れでもございますで最初に会社紹介なんですが、えー、今回サポーター参加させていただいてますウィズセキュアという会社なんですが1988年に創業された会社となっています アンチュウイルスのソフトウェアや EDR、脆弱性診断ツールといったところと、サイバーセキュリティのコンサルティングサービスといったところを提供させていただいているんですが、まあ、特徴としては、ウィズセキュア自身が、会社名変わる前の F セキュアって会社名の時の事例のお話になるんですが、AWS の事例ユーザーです。 数十万の法人ユーザー様や数千万の一般消費者様のユーザー様からのセキュリティソフトウェアの提供基盤に AWS 環境を使っております。で、その会社が w i z s e c i a っていう会社がサイバーセキュリティのコンサルティングサービスとしてどのようなサービスを提供しているかと申しますとうちの会社 WizSekia はワールドワイドで200人以上のホワイトハッカーが在籍しているといったところが特徴なので AWS の環境だったり、お客様の Web アプリケーションの環境などなど、お客様が例えば製造業のお客さんだったり、金融機関のお客さんだったり、観光庁のお客様だったりという、業種ごとにそれぞれインダストリーに特化したようなホワイトハッカーのチームといったところがございます。お客様が例えば金融機関のお客さんであれば、 金融機関のクラウド環境、AWS 環境の診断に慣れているもの、製造業のお客さんであれば同様に、メディア系のお客様であればといったところで、スペシャリストを社内に抱えているために、これらの、えー、ホワイトハッカーたちがお客様からセキュリティ診断のご要望をいただいた際に診断しているといったところが特徴ですので、まあ、例えばアメリカ、イギリス、北欧などの、えー、大手金融機関様、銀行様などはかなりウィズセキュアのセキュリティサービスをご採用いただいているといったところがございます。 でウィズセキュアの AWS 環境のセキュリティ診断、どんなサービスの概要になっているかと申しますと、ポイントとしては、後でちょっと出てくるんですけれども、ソフトウェアによる自動診断に加えて、ホワイトハッカーによる攻撃者の視点に立った診断を実施しているといった点があります。この点に関して、あの今日の本題の部分では、お客さんからどんなセキュリティ診断の要望をもらうのか、それに対してウィズセキュアがどのような対策をしているのかといったところを この攻撃者の視点に立った診断といったところでお話ししようと思います。ちょっとこの後、会社紹介、サービス紹介っぽいスライドが続いてしまいますので、パパッといくとですね、お客様からクラウド環境のウェブアプリケーションの診断してくださいというご要望があれば、ホワイトハッカーがセキュリティ診断を行わせていただきますし、文字がちょっといろいろ書いてあるんですけど、後でこの資料はスライドシェアで共有させていただきますので、文字を読みたい方はですね、後でそれを見ていただければと思います。 プラットフォーム診断といったところで、ネットワーク給与で悪用可能な基地の脆弱性や設定ミスを検出するというようなサービス、ハードニングのレビュー、クラウド環境の診断としては、AWS 環境に適切な設定ができているか、現実的かつ有効な方法を確認、設計上の問題や設計の意図通りに AWS が設定されているかという観点について、例えば AWS のアカウント、IAM アクセス、クラウドフロント、クラウドウォッチ、ELB、ALB などなどといったところを 一通り診断させていただいているというのがウィズセキュアのセキュリティサービスの概要です。で、ここからが本題なんですけれど、サーバーレス環境を中心とした AWS 環境を使っているお客様がウィズセキュアにどんなご質問をいただいて、どんなご相談をいただいて、それに対してウィズセキュアはどのようなセキュリティの支援、コンサルティングをしているかといったところをお話しさせていただきます。最近やっぱりお客様から非常にご相談が多い例としては、 サーバーレス主体のシステムを新規に構築されたり、あるいはコンテナ環境を使った AWS 環境のシステムを新たに構築するのにあたって、社内向けのセキュリティガイドラインやベストプラクティス、どんなところから対策すればいいのかお悩みですというお話を結構いただくんですね。と言いますのも、お客様のところで AWS 環境やセキュリティに非常に詳しい方がいらっしゃったりする場合は、こういったお悩みはないと思うんですけれども、 多くのお客様では AWS を使い始めて、例えばトレーニングを受けたり、検証環境を作ったりして実際に構築をするところまでいったものの、果たして自分たちが構築したサーバーレス環境やコンテナ環境といったところが、第三者の視点に立って本当に安全な環境になっているべきなのか。 あ失礼しました。安全な環境で構築されているのか、自分たちで自己チェックできるレベルのところではなく、第三者がチェックしてちゃんと問題なかったというのは、そういう、あのえー、そういうことをやってほしいみたいなお悩みっていうのを結構いただくことが多いんです。で、特にこの、どこからセキュリティ対策していくべきなのかっていうご質問に対して、もちろん AWS さんが公式に出しているセキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンスに対するベストプラクティスや、ウェルアーキーの、えー ドキュメントなどは皆様ご覧になっていると思うんですけれども、これらのドキュメントは非常に膨大なものがあるので、スペシャリストの意見で手っ取り早く何とかしてもらえませんかみたいなご質問をいただくというのは、WITS セキュアがホワイトハッカーを複数抱えているセキュリティ診断を提供している会社であるがゆえに、こういったご質問をいただくことは非常に多めなんですね。といった観点で、よくお話しさせていただくところとしては、 お客様が使った、構築した新規の環境にどこに脅威があるのか、現状のリスクはどこにあるのかという分析、またはもしもセキュリティ診断するのはここですよといったところを、ウィズセキュアの専門家がまとめるサービス、脅威分析のサービスなどをご説明することがあったりいたします。まあ、もちろん脅威分析のお話をしたりする前に、AWS 環境の社内のセキュリティガイドラインを作ってもらえませんかみたいなご質問をいただくことも多いのですが、 それに加えて、お客さんが新規構築されたシステムの構成図の情報などをいただいて、クラウド環境におけるウェブアプリケーションのセキュリティ診断という観点で、想定される脅威を列挙し、お客さんとの合意によってリスクを設定といったところで、攻撃者の視点に立って、どこにセキュリティ上の脅威があるのか、どんな攻撃法があるのか。 攻撃されたら影響範囲はどこまで及んでしまって、その攻撃を実施するための外部の攻撃者、悪いことを考えている、えー、クラッカーのスキルレベルはど,こなどういったレベルのものになってくるのかで、実際どんな対策すればいいんですか、みたいな、ただおろしをさせていただくといったところを一通り実施するようなサービスをウィズセキュアはかなりお客様からご相談いただいています。 で、攻撃者の視点、先ほどのスライドでお話したところを説明した上で、じゃあ、今の AWS 環境の設定や対策、どんなことをすべきなのか、現状を把握できてなかったセキュリティの脅威は何なのか、今後、社内に対するセキュリティガイドライン、どういうことを実施すべきなのか、といったところをお客様へ提出するっていったことをかなり多くしてまして、で、こういった現状の構成確認、脅威分析をやった上で、じゃあ、 サーバーレス環境やコンテナ環境にどんな脅威があるのかっていうのを一通りチェックした上で本当に攻撃されないかどうか実環境をテストしてほしいみたいなご希望をいただくと次のポイントとしてはペネトレーションテスト AWS 環境に対する攻撃侵入テストなどをご提案させたいことになってまいります w i ズセキュアは提供している 攻撃侵入テストの例としては、ホワイトハッカーによる手動診断として、複数の攻撃パターンを持っているんですが、えー、ちょっと図のパターンとして見やすいところとしては、例えば、アタックパスマッピングというような手法で、攻撃経路を把握し、必要な対策と監視、お客様の側で AWS 環境のどこに対策を施すべきなのか、どんな監視をして、どんな運用をすべきなのかといったところを、一通り 見つかった脆弱性の指摘と修正すべき対策案といったところをまとめさせていただくというようなサービスをご提供しているといったところが最近のお客様に対する対応例としては非常に増えてきています。で、こういった攻撃侵入テストも含めて、まず最初、どんなセキュリティ対策をしていいのかっていうお悩みのお客様に脅威分析を実施した後、この攻撃侵入テスト、実際の AWS 実環境に攻撃を行った場合、 典型的にどんな脆弱性、まあ、指摘点が出てくるかと申しますとやはりサーバーレス環境などを使っているお客様のところでビズセキケアがよく指摘させたく点としては 例えば S3 のバケットのファイルが一覧表示できてしまったりダウンロード可能な状況になってますっていったところや AWS のアカウント IAM アクセスに対して脆弱,性脆弱な面が見つかってしまったクラウドトレールに問題がある Web アプリケーションと AWS の設定に起因する脆弱性がみたいなものを我々の、えー、診断者による指摘として,出,してく出させていただくことはかなり多めです。もちろん ウィズ的にはこういったセキュリティ診断をご依頼いただくお客様というのはそんなにセキュリティ全く分からないというのはお客様よりはある程度セキュアな環境を自分たちで構築したあのところを考えてはいるもののさらに厳密な診断までやりたいというのはご希望を持っているお客様が多めなのでそれらのお客様でも S3 でファイルが一覧表示できてしまったり、ファイルがダウンロードできてしまったりというのは、皆様が一番気になったりするところ、こういうことはあってほしくないっていう状況ではあるものの、実際のウィズセキュアの指摘点としてはそういったところが出てきてしまったりするというのはありますので、ぜひちょっと今後ですね、こういった点にご質問のある方はお気軽にお問い合わせをいただければというふうに思っております。といったところで、 サーバーレス環境に対する、えー、どんなお悩みご相談をいただくのかといったところとこれに対してウィズセキュアがどういうようなサービスを提供しているかといったところでこのセッションのまとめとしてはウィズセキュアの会社の紹介といったところとお客様のご相談でそもそも 自分たちでセキュリティ対策をするのが難しかったり、診断が大変だといった場合に、ウィスセキュアのような第三者のパートナー、セキュリティベンダーに対して、どこから対策を施すべきなのか、また実際の攻撃侵入テストやってくださいっていうようなご要望があった場合の、ガイドラインの作成支援、脅威分析といったところと、実際の攻撃などで行った場合、どういう脆弱性が出てくるのかといったところをお話しさせていただきました。あと1分ほどあるんで、ちょっとおまけのお話をいたします。 なんでウィズセキュアがこういった上手 UG のサポーターのところに参加させていただいたりしてるかと申しますと、これすいません、カーの個人的なお話なんですが、結構この話何回かしてるんですけど、私は個人的にユニックスの文化やハッカーの文化など、こういったコミュニティ活動をするのにあたって、えー、歴史的に 情報を共有することっていうのは非常に大切だっていうふうにやっぱり考えてきたようなんですあなた、えー。皆様が持っていらっしゃる情報だったり、私が持っているノウハウ、えーえー、外部の物差しだったり、たところが、それぞれコミュニティで共有することによってみんなが幸せになっていくんじゃないかなというふうに思っております。ぜひ皆様の活発な上手 UG 活動を今後も期待しております。最後に w i ズ s e c アのビジョンをお話ししてこのセッションを終わります。w i ズ s e c アは セキュリティにおける課題は誰も単独で解決することはできないと考えています。パートナー様、ユーザー様、情報セキュリティコミュニティが一丸となって、パートナーとして協力し合うことで、セキュリティの課題がビジネスの成長を妨げることがなくなると考えています。密跡やとともに、誰もがサイバー攻撃で深刻な被害を受けることで未来を作るというのが私たちのビジョンです。といったところで、今日のセッション以上となります。どうもありがとうございました。